俺すごい覚えてる、先生にあれに入るって言われたんですよ。フリーメイソン。そう、はいはいはい、ちょっと入れなかったですね。試験が難しいからね。飲み会じゃないですか、はい、めちゃくちゃ飲まされて、大学のコンパみたいだなと思って、ちょっとこれ無理だ。友情をね、友情を深めるためにはまずだけど、ジョージアなんかもっとですよ、とにかく飲めない。やすごい、めちゃくちゃ飲まされて、もう帰ってきたら記憶がなくて、それで2回目行った時がなんかみんな集まるやつ、年に1回かなんかの、まあ、秘密、いやこの秘密喋って大丈夫ですね、僕の方は喋らない、いやいや、いいんです、会員じゃないから何喋ってる僕の方はやばいんですけどね。でも外の人にさ、どんな人が来てどんなことをやってたって、これバラしたらさ、なお生かしちゃいけないですよ、ね、本当に生かしてもわかんないですよね。トーニーが言ってるやつは大丈夫かな。まだやってらっしゃる。だから永遠に元気。そうなんだ。じゃあなんか一時期からフリーメイソンのことを話し出したから大丈夫なのかなって。大丈夫。聞いた時はなんかもう殺されるかもしれないぐらい言ってたんで。うん、いや、だから階級が上がってくると大丈夫。なんか一番にはいかないんですか。ナンバーワンはあなたと一緒に酒飲んだ。わかりました。そんなにあれはグランドマスターだ。あー、そこまで行かれたんですね。外の人には京都ロッジっていうのはもうちょっと通えないなっていうのがあったんですよ。だから自分の思い通りに松浦さんを操ろうと思ったんだよ。ほとんどの人は知らない世界だと思うんですよね。どこまで出していいか全然わかんないですけど。どこまで出してもあんまり興味ないんじゃないかな、みんな。知らないんじゃないかな、これは。だって僕も先生に聞くまで本当にあるかどうかも分かんなかったから、そういう組織に秘密結社的な。大昔からあるんですよ。本当にあったと思ったわけ。明治維新より前からあるんですよ、うん、ピラミッドを作った頃からあるという説もあるんですよ。先生何の仕事されてるんですか。独資家教育者のフリーメイソン、フリーメイソン僧侶。教制系入ってないんですか。入ってないよ。今若い医者もできるって言ってるだけのことで。なるほどね、うん、今だって医者やってないもん。いや面白いね。